皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのコシです。今日は中学2年生の理科、栄養分の吸収について説明します。消化酵素によって、分解された栄養分、これは小腸のひだの表面にある絨毛、ここから吸収されますね。ちなみに小腸の長さはおよそ6メートル、直径は 2.5 センチの管、それが小腸だそうです。そのひだの表面についている絨毛ですね、この絨毛は表面積を大きくして効率よく栄養分を吸収するためにあるものです、ね、例えば小腸の表面がまっすぐだったらここの部分からしか吸収されませんが、絨毛というのはこのようになっています。そうするとこういう部分って、ね、こういう部分、これは面積をこちらに広くしていますよね。このように面積を広くして効率よく栄養分を吸収するんですね。ちなみに絨毛の部分全部平らに伸ばした場合、これバスケットボールのコートの半分くらいの広さがあるそうです。でそこから栄養分は吸収されるわけですね。さて栄養分ね、どんな形で吸収されるでしょうか。でんぷん、タンパク質、脂肪、3つの栄養分ありましたね。この3つの栄養分、でんぷんは絨毛から吸収されるとき、これブドウ糖という物質になっています。タンパク質はアミノ酸になっています。そして脂肪は2つに分かれます。一つは脂肪酸というものです。もう一つはモノグリセリドです。このような2つに脂肪は分かれます。さてここに絨毛を1つ、ね、拡大して書いたものがあります。で絨毛の中には、ちょっと色分けしてありますけども、赤い管と青い管、実際にはね青い管じゃないんですけどね、分かりやすいように色分けしました。このように、ね、入っているんですね。この赤い方の管、ね、絨毛に沿ってこうある管ですね、こちらが毛細血管です。そして毛細血管の内側にあるこの青い管ですね、こちらがリンパ管になります。栄養分は、ね、ここに 1,2,3,4 ありますけど、この毛細血管とリンパ管に分かれて吸収されていきます。で毛細血管に入るのはブドウ糖とアミノ酸です。こちらは毛細血管に入って肝臓を通って全身に運ばれていくんですね。そしてもう一つ脂肪が分解されたものですね。つまり脂肪酸とモノグリセリですね。
こちらは獣毛から吸収されたと、少し形を変えて再びこれ脂肪になるんですよ。脂肪になってリンパ管、このリンパ管に入って、さらに静脈に入って全身に運ばれていくと、このようになっています。今回は栄養分の吸収、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を勉強の参考にしてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。